何してんの、シーシー。ラビくん TV ファミリーラブ。みやちゃん、何でもいい。まあ、これ、シーシー。なんだよ。じゃあ、ゼリキレントスト。うん、リンゴジュース。あ、野菜ジュースの適当。え？みやちゃんから届いた。は？りなちゃんから届いた？りなちゃんいるじゃん。何？なんか届いた。何それ？何送ったの、りなちゃん？ちょっと大したものじゃないんですけど。待って。ちょっとサプライズできたらな。なんか冷凍って言ってた。ちょっとじゃあ開けてみてよ。なんかやらかしたらしいよ、りなちゃん。なんかやらかしたあれ、コウダイ君は知ってんの？僕は知ってます。あ、知ってるんだ。なんだろう、なにこれ。おしもろ。シシ、なんか届いたって、りなちゃんから。なんだろう。なんだろう、食べ物ってこと？白っこいな。白っこい。白っこいって何？白っこい。しれっとしてる。しれっとしてる。ほら、マカロン入ってた。めっちゃ美味しそう。あ、それは知らんかった。あ、もう大体。あ、ケーキ？なんかろうそくって、あれでしょ、立てちゃうやつでしょ。1、2、3、4。の、おお、すげえ、すごーい、すごーい、マジで、りなちゃん、コウダイくん、めっちゃ綺麗。いや、デザインは知らんかったけど、すごいな。えぐー、すごー、嬉しいだろ、これは。いいじゃん、40万人おめでとうって。アイコンです。えぐいって。まさかの。えぐいって。すげえ。こんなお祝いしてもらっていいじゃん。よかったね。まさかだわ。超息をつかれた。マジかよ、これは嬉しいわ。ちょうど行くぐらい、ここ遊びに来させてもらう時ぐらいに40万行きそうやなと思ってて、うん、で見てたらもう行ったんで。で、頼んでくれたの？そうです。えぐいって。これはありがたいね。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと食べよっか、せっかくだし。ねえ、すぐ食べれるの？カチコチだよ、カチコチ。ああ、じゃあ今日お出かけして帰ってきたぐらいから、うん、ぐらいで、ね、入れとけば食べればいいかな。帰ってきたら食べれるかも、ま、いや、これは嬉しいね。アイスケーキ、アイスケーキ、なんかケーキ、ケーキ、食べよ。すごい、こんななるんだね。超綺麗。めっちゃ綺麗だね。ね、めっちゃ綺麗。で、あとちょっと手紙もあるんですけど、いい。おもう、じゃあお願いしますよ、ちょっと、ぜひ、じゃあぜひぜひ。あ、持ってるもん、なんか出てきた。すいません、じゃあお願いします。え、めっちゃ長いんですよ。え、じゃあ座って、うん、じゃあ座って、ここら辺に、じゃあお座りになられて。結婚式の時に伝えきれなかった感謝の気持ちとかも一人ずつに書いたんです。じゃあ、すいません。兄さんのケーキ？緊張する。はい、いおりくん家族へ、チャンネル登録者数40万人おめでとうございます。兄さんのケーキ？ユニバで初めてやった6年前、小学1年生で本当に小さかったのを今でも覚えています。初めて会って緊張している私に、パパさんとママさんはすごく優しく気さくに話しかけてくれて、さらにいおりくん家族のファンになりました。
パパさんへ。ういゆうりくん家族に憧れて、いつか私も家族ができた時に YouTube を投稿したいと話をした時、始めるなら絶対今から始めた方がいいよと言ってくれたパパさん。 YouTube を始めるきっかけになったのはそのパパさんの一言でした。 YouTube を始めると言っても何もわからない私で不安だらけでしたが、相談をすればすぐ電話をかけてきてくれて、問題を解決してくれるパパさんが本当に心強かったです。アドバイスをくれたり、いつも支えてくれて応援してくれているパパさんを裏切らないように、これからも YouTube を頑張っていきたいと思う反面、その頃は学生をしながらなかなか動画を投稿できない自分にすごくもどかしかったです。この6年間パパさんを見てきていいなと思ったところがたくさんあります。飲食店に行ってごちそうさまでしたと店員さんに絶対声をかけて帰るところ、わからないところがあればすぐに店員さんなど誰かに聞くところ、誰にでも気さくで優しいところ、勉強熱心で努力家のところ、誰よりもママさんを愛し夜は危ないからと絶対に一人で出かけさせないところなど、本当に素敵なところがたくさんあって、いつかパパさんみたいな男性に出会えたらいいなと思うようになりました。そんなパパさんのいいところに一致したのが高大くんです。ママさんへ。初めて会った時、ママさんのスタイルの良さ、美しさ、顔の小ささに圧倒されました。何回も会っているのに久しぶりに会うと、ママさんの美しさに実は毎回驚いています。ママさんにも私の YouTube のことで本当にたくさん助けてもらいました。私とパパさんが電話をしている裏側で問題を解決しようと調べてくれてアドバイスしてくれるママさん、普段動画を見ているだけではわからないパパさんを裏から全力でサポートするママさんの姿に、私もママさんのような存在にいつかなれるように頑張りたいと思うようになりました。お泊まりに行かせてもらった時は、私が寝る部屋に絶対水と紙コップを用意してくれていたり、送り出してくれてありがとうございましたと必ず私の両親への感謝の気持ちも伝えてくれたり、小さなところまで気遣いや心配りができるママさんは本当に素敵で、見た目も中身も私の憧れです。ママさんに会うと自分磨きを頑張らないととスイッチが入ります。でもいつの間にか切れてしまうので定期的に会ってください。よりくんへ。初めて会った時は人見知りせず手をつないできてくれて、よりくんの可愛さにメロメロでした。再会の時はいつもハグをしに来てくれて、会うたびによりくんの成長を感じました。コロナが流行り始めた時、なかなか会えず2年ぶりに東京駅で再会となった時、小学6年生になってよりくんは今までのようにハグをしに来てくれるのか不安で、すごくドキドキしていました。もしよりくんから来なかったら私からしに行ってもいいかななんて考えながら再会時、今までと変わらずハグをしに来てくれた時は本当に嬉しかったです。もうここまで来れば高校生になっても大学生になっても挨拶の感覚でこれからもハグし続けてきてくれるんじゃないかなと、なぜか安心しています。お姉ちゃんとしてこれからもハグさせてください。可愛さいっぱいだったよりくんがイケメンになって、ギターや歌、ダンスを頑張る姿には本当に成長を感じられて嬉しい反面、少し寂しさもありました。でも実際に会うと中身の可愛らしさは変わっていなくて、優しさ、思いやりがさらに増したいい男性に成長しているなと感じます。シーシーへ。赤ちゃんの時から会っているので、いつ頃から私の記憶が残っているのかわからないけど、この前4月に遊びに行かせてもらった時にずっと待ってたと言ってくれて本当に嬉しかったです。たくさんできることも増えて、シーシーと一緒に遊んだりおしゃべりできる時間がとっても楽しいです。元気いっぱいで可愛いシーシーが大好きだよ。これからもたくさんの思い出作っていこうね。なんだそれ。ふうて。あ、シーシー。イヤルくん家族には本当に言葉で伝えきれないほど感謝しています。これからもファンとしてよりくん TV を応援しています。チャンネル登録者数40万人、本当におめでとうございます。ありがとうございます。すごい。もうやめてもろて、もう本当にすぐ泣かせに来るから最近ちょっと
まあ、ほんとね、長いよね、りなちゃんとはね。ほんといいお付き合いをさせていただいておりますよ。ここって、ね、いや、ありがとうございます。もう本当に、はい、今からちょっとみんなでお出かけしましょう。はい、はの光に誘われて踊りだ。帰り夜、あら、もう抱っこされてる。ああ。